カルロス・ゴメス・ジュニオル、カルロス・ドミンゴス・ゴメス・ジュニオルは、ギニア・ビサウ共和国の政治家、同国首相を2期務めた。ゴメスは、ギニア・カー・アボベルデ独立アフリカ党党首である。同党は、ギニア・ビサウ独立の1974年から1999年のクーデターまでの間の政権与党であった。2004年の議会選挙で多数の議席を獲得し、 連立政権を主導した。銀行家であり、実業家でもあり、ギニアビサウ一の富豪と言われている。1994年に、議会選挙に初当選。角ゴの愛称で知られている。2005年10月28日、ジョアン・ビエイラ大統領は、カルラス・ゴメスの政府解体を宣言し、2005年11月2日に、長年の同志であったアリスティデス・ゴメスを首相に任命した。 2009年1月2日、再度首相に任命された。2012年に大統領選挙に出馬するため首相を退任、副首相のアジャトジャロ・ナンディーニャが暫定首相となった。3月の大統領選挙第一回投票では、得票率48.97%となり、時点で元大統領のクンバヤラに大差をつけ、4月29日の決選投票では、 勝利が確実と目されていたが、4月12日にクーデターが発生し、ライムンドペレーラ大統領代行と共に陸軍に身柄を拘束され、一時的に所在が不明となった。大統領選挙は中止され、二人は4月26日にコートジボワールにて解放された。ありがとうございます。